みんな、ディープスリープ能力手に入れたんだけど、あ、すごい。しばらくの間、体動けんだね、ディープスリープ。ちょっと寝てみよっか。お、なにこれ、エフェリンどんな気持ちで見てんだよ、これ。これ、連打したら、うわ、なんか、ベッドが、なんか、地震が起きてるけど、全然起きない。起きた、起きた。ん？なんか、お、足速くなった。え？バフがつくの、これ。あ、そうなんだ。じゃあ、いろいろちょっと寝てみようぜ。でもなんか体力なんか多くなったね。なんか体力2倍になってないこれ。これ起きたら、あー、やっぱ体力とスピードがアップするみたいだね。ランダムなのかな、まあ、わかんないけど、すごいな、これ。有能だな。じゃあ行ってみましょうか。はい、さて、じゃあ今回はですね。はい、というわけでどうも皆さん、こんにちは、ウルです。それじゃあね、今回はインドネシアやっていこうかなと思います。いや、ごめんなさい。フォルガトゥンネシアですね。ごめんなさい。いや、もう絶対これ、モデルインドネシアとかなんだよね、多分。この感じ。俺よくそんな首都とかそんな詳しくない系男子だからさ、あれなんだけど。てかやっぱ、あ、なるほど、今から200秒あれなんだ、時間があれなんだ、表示されるんだね。だとしたらこれちょっと吸収させてもらいまして、くれ、なるほど。ちょっとあまりどれだ、これ地上の場合連打した方が強そうだね。オッケーオッケー。ただ200秒の間体力がなんか2倍になってんだよな。あれどういう効果なんだろう。あれちょっと気になるね、体力2倍効果で。これはなんだ、レオソーラー出ます。いや、寿司、オッケー、ジャパニーズフードですね。さあ、これ潜っていきましょう。これ全部潜ったらなんかあるのかな。でもなるほど、これはそういうタイプですか。で、これポーンといきまして、これでポーンといきまして、で、これ潜ります。これなんもねえのか、これ4つ潜ったけど。なんだよ、なんでなんで。残り160秒とか間、どうやら私は時間が早い、足が速いらしいですね。これディープスリープの効果なんだね。へ、ディープスリープ有能だね。で、これ、お、レオンソウルできました。さあ、レオンソウル入手してきました。で、これ4つとも掘ったらなんかいった。ちょ、待って、俺のドリル返して、俺のドリル返してくれよ、俺のザビーゼクター返してくれよ。危ねえ。オッケー、ザビーゼクター返してもらいました。さて、周りをとりあえず探索してみましょう。しかし足が速いのはいいね、便利だわ。これこっち側になんかあったりはすんのかな。何もないね。オッケー、じゃあ周りをどんどん調べていきましょう。あ、こんななんか頬張りあるじゃん。これどういうなんだ。まあ、とりあえず勢いで行ってみて、これでここら辺でちょっと倒れます。で、これ一回ちょっと待機しつつ、で、これちょっと一回誘導、さよならよ。で、再誘導しまして、これやって、で、これ誘導しまして、これで OK。OK。これでレオンソウルゲッツ。OK。簡単だね。そんな難しいことは何もないね、今のとこ。ただちょっと広いからね、ここの空間。そう、ここの砂漠広いんだよね。俺、広い砂漠って苦手でさ、散策すんの。まあ、とりあえずいろいろ探してみましょう。お、ここなんかあるね。だってこれは何があるのかな。金か。金でもいいでしょう、全然 OK。 え、ちょっと待って、相性悪すぎ。あー、でもここ潜れんだ、一応。これ一応潜れんだね。じゃあこれ囲んでおきましょう。 OKOK、 これでスワローニーナ倒しまして、まあこいつはもうほぼカットでよかったでしょう。 OK。 でこれストーブトレーナー手に入れて、あー、これ3つか。なるほど、ここで3つ手に入るんだ。でスワローニーナちょっとこっちにお引っ越したようだね。あ、なんか今出た、今入手した俺、なんか入手した、なんか音ピカーンって音したよね。気のせいか、まあ、気のせいかもしれない。もしかしたらあそこのぴょんぴょん跳ねてるやつにもしかしたら持ってたのかもしれない。これとりあえず巻き込んでいきましょう、どんどん。俺竜巻でこれ巻き込むことが趣味なんでね。オッケー。さあ巻き込んで、オッケー。あっちが多分もうゴールなんで、ゴールつか次のエリアなんで、これなんだ？なるほど、これ何かで壊してもらうんだな、これ。何かで壊してもらう必要があるから、とりあえず周りを散策してみましょう。とりあえずこれ散策していきまして、これでボボボボボンっていった。レオンソウルあった、オッケーオッケー。レオンのソウルすごいあるね。レオンは明らかに絶対これ意図的にばらまいたよね、自分で。助けに来てほしいなー的な感じで絶対ばらまいたって。さて、これ頬張ってみましょう。さあ、頬張りまして、って開けますと、これはスイッチが、あ、これもしかしてあれかな、さっきの作業台が起動できるかな。ちょっと待って、押せない全然。そうだね、これでレールが引かれたんで、いつでも、んー、なんか何が置いたんだあれ。空中になんか出たな。ん、何あれ、マグマ、違う、なんだ、あ、違う、あれサバ缶か、なんサバ缶、まあよくわからんが、とりあえずこれでいきましょうか。いきましょういきましょう。で、これ一回待ちます。待ちましたら行って、これなんだ、おい、あー、あ、これでこうなったらレオンソーラー全て、あー、もう見つかったの、あー、ありがとうございます。じゃあこれどうやらレオンソーラーもう見つかったらしい。じゃあいきましょうか。レッツゴー。いいね、順調順調、じゅしゅじゅじゅり、なんかもう何言ってるか分からなくなっちゃったね。さあ、これ竜巻、あ、これポイズンゲルムがいきましょうか。あ、これはどうすればいいんでしょう。まあ、よく分からん、とりあえず3つ押せばいい。や、結構ガバガバだったね今。いやー、しまった、ポイズンゲルムのあやつが下元あった、ごめんなさい、見てませんでした。でこれちょっとクワーっていって、スワローリー、やっぱこのスワローリーは電気強えな。あった、あんなとこに、あんなとこにあれありますね、レオンのソウル。さあ、でもここちょっとカッターがあるってことは、これカッター前提なのでは。ちょっと捨てましょうか一回、買ったりしましょう。
でカッターにしまして、オッケー、これで壊していって、これこっち上がってて、レオンソウル回収からの雑種、オッケー、さあ雑種を倒して、これでこれ多分このポイズンゲロンも倒したらなんかあると思うんで、ポイズンゲロンも倒していきましょう。あ、これハンマーもいいな、ハンマーにしよう。ワイドハンマー強いからね。え、こう見たらポイズンゲロンクソでけえな。カービィがあのサイズだよ、みんな。ほら、お前にはすべて水をぶっかけてやるよ。ほらほらほら、死ぬがよい。ただこれで回収しまして、これどっかで水でなんかあれなんじゃない、あるギミックとかあるんじゃないの、ないかな。一応まあとりあえずありそうだったら戻ってくればいいんで、先にあっち行ってみましょう。ああ、あいつがいんのか。うわー、ダーク拡散、ダーク拡散いますね。ダーク拡散、オッケー、ダーク拡散倒して、いや、あいつ名前違うんだよな。俺拡散で前行った時あいつ名前違うんだよな。恥を忍びしていけ。さあこれでここら辺なんか、あ、これ枯れてますね。とにかくこれで水をあげましょう。さて、じゃあとりあえず、あ、ここにも枯れてるやつがある。なるほど、結構変えたやつが4種類ぐらいあるね。うおー、カクさんじゃなかった、お前コボックだっけ名前。もう忘れた、お前カクさんで呼ぶわ、もうお前名前カクさんで呼ぶわ。うー、なんちゅう場所スイッチあんの、誰であんのとこ置いたの。ほっほっ、オッケー、これでゲットしたんで、これで水が上がって、他のあれ水まきしていきましょうか。で、これ奥にあるこれで全部やったんで、上に3つ出ると。ただ問題はこれで全部回収がどうか、それによりますね。まあとりあえず上行って確認してみましょう。これ取ってどうだかだな。さあどうだエフリン、回収できたか。オッケー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 、ナイスエフィリン、オッケー。じゃあ先進みます。さてやってきまして、ここはあれですね、裏ラウドネスモールみたいな場所でしたけど、これレンジャーがいますね。レンジャーにしてみましょうか。レンジャーがいるってことはなんか狙撃する系があるのではないでしょうか。あるのかな。てかやけに毒があんな、やけにここ毒侵食してんな。うーん、やけになんでサーキブルがいいんだ、わからんが、まとめ倒して、おいおいおい、上で頑張って、なんかさかなクンいるんだけど、何やってんだあの子。さかなクン大丈夫、さかなクン何だったんだあのさかなクンは。よくわからんが、かわいそうな子だということはよくわかる。だってここ進んでいきまして、あーリンコか。でお前らはなんだ。でこれ自販機の問題はこの数だな。100ショット打てる。でこれここら辺にあるだろう、お前邪魔。オッケー、これやって取って、で空き缶ゲットしときつつ、これやって、でお前らポン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 ってやって、でお前らポンってやって、ポンポン、でここは何もないね。でもここはなるほど、自販機で取るようになるから、この先どんどん自販機で進んでいけってわけか。で自販機ポンポンポンってやって、お、無敵キャンディ、おお、行くぜ自販機無敵すごいやつだな。うらうら、邪魔だ。でここでハマればいいのか。うおー、ぽっこい、オッケー。でさらにこれ自販機で無敵、まだ無敵なんで、でこれ多分ここら辺になんかあるわけではない。オッケー、さあどんどん先進んでいきましょう。もしかして音がこもってる、自販機っつうか、あの無敵の、ほっほっ。でお前らも倒して、倒して、なかなか滑ってか体力なんか2倍、2ゲージになってんだよな、ずっと。これディープあれなのかな、スリープの効果なのかな。強くない、ディープスリープの効果強いよね、だとしたら。さて行きましょうか。これはなんか風が必要か。いや、でもボムだな、これ多分。だからボムが必要なんで、ボム、オッケー。で、ボムで、あれ多分なんか爆発するとなんかあるんでしょう。おい、行ってこい。爆発すると?ああ、頬張りが出るのね。で、これ戻りましょうか、さっきの毒のとこまで。行ってまーす。で、まずこれを回収。オッケー。で、開けるで、また無敵!オッケー、これでハマりまして。で、この奥に、オッケー、3つありますね。じゃあ回収。オッケー。これ3つ回収したんで行きましょうか。元の場所に戻りましょう。いいね、今21個。でなんで毎回49個なんだろうね。中途半端51だったり49だったり。普通に100個にしちゃえばよくないと思うよね。でこれこれまたどっかに無敵キャンディあんのかな。今無敵のうちこれ倒すか。 OK。 だって、あ、ガニメデ野郎いんね。ガニメデ野郎でいるってことはどっかで三角コーンが必要ってことだろう。クソ、あいつ硬いな、無駄に。でここブロック破壊できる。 OKOK、これであいつはなんかまた一人やってくれるでしょうってわけで。おい、お前がいんのかい。三角コーンありますね。つうかこれ三角コーンであれですね、やっていくわけなんですが、まず先にレオンハートを回収。 OK、 22個目。結構数あるよね、レオンのハート。どんだけあいつ魂散っちゃったんだよ。それあんな風に閉じこもったりするわ。え、これ、この隙湧く場所に害ありなんだけど、今の。でだーで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 ー、これかまる。オッケー、ザクン。いや、すごいやつだ。あ、面みたいになってる。アイマスクみたいになってるな、今。で、これ3つ回収。いいね、いいね、いいね、いいね。しかし、まだ全部回収できてないか。とてつもなく長いな、ここ。まあ、とりあえず、どんどん進んでいきましょう。てん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 。こっちがセイキルトっぽいな。あ、ここにあんのか。オッケー、ありがとう。ああやおや、もう見つかっちゃいましたか。なら帰りましょうか。おお、俺の出したたまたまのボムがあいつを傷つけましたね。なるほど、そこは正規ルートなのか。
じゃあこの先行けなくなって、自販機がなんか道を通す。じゃあこれ物置だ。あ、ディープスリープあんね。ちょっとディープスリープ、一回ちょっと吸収しましょうか。オッケー、使いましょう。おやすみなさい。起きろ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 。オッケー、やった、体力全回復か。まあいいでしょう。それでもまあできればなんかスピードアップと来てほしかったんだけど、ディープスリープ強いかもね。なるほどね、そういう特殊な能力と体力が二重になったりするんだね。なんかスリープの特殊能力がいらねえ感はあったけどね。あんな強いんだったら大歓迎よ。勝ったの方がいいな、攻撃力高いしね。オッケー、じゃあ行きましょう。さてやってまいりました。あ、ここあれか、暗闇抜けたところか。で、ニードルがいますが、まあニードルはほっといていいでしょう。で、これ上がっていきまして、ちょっと待って、なんか、うおー、危なかった。これも幻の世界。なんでやけにニードル押してくんだ。やけにニードル押してくんね。あー、これニードル、あー、いや、勝ったで十分。あれ、ちょっと待って、俺、勝った捨てちゃった。あー、勝った捨てちゃったから、もったいないもったいない。絶対勝った方が有能だからな。でもこれ、明らかにニードル押しすぎてるのが多い、明らかに。ちょっと待って、そっち側にレオンハートあんな。これ取って、まあ、後で別に取れるっていうわけなんでございますが、これまで戻れなくないこれ。戻れなくないこれ。一回落ちるか。オッケー、落ちることによってここに戻ってくるという高等テクニックね。高等テクニック、これは高等テクニックって言えんのか。とりあえずお前ら全員やって、まあ、ニードルやっぱ前提ではみんな。ちょ、ニードル前提だ、ちょっともう取ってくるわ。くれ、オッケー、これでニードルでやって、あー、これさっきのところ下につながるのか。まあ別にだったら俺はこっちから行っちゃって、なるほどね。で、これこっち行きますして、なるほど、タイミングを見つつ、でもこれ普通にダッシュで通り抜けられるな。なるほど、でも別にここまで来たら普通だよな。オッケー、これでいけますんで、これこっち行きます。オッケー、別に難しいことは何もないよってわけで、さあ、あいつも落ちてもらいましょう。あいつは死よりも苦しい絶望を味わってもらいましょう。これこっち側になんかあると思いすがけて、別に上と繋がってるだけか。あ、お前同じニード同士仲良くしようや。ふっ、ほら、お前のレオンいただくぜ。オッケー、お前のレオンのハートがつくだけであんな凶暴化するって、だいぶレオンのハートもやばいけどね。で、これ回収します。で、これ伸び縮み、え、なるほど、これ一回ちょっとこっち側に吐き出されまして、で、こっち側行って、これ行ってニードル使って、これで吐き飲み込んじゃなかった、飲み込んで、これで上に行けばいいと。なるほどね、考えられてるわ。で、上の体力逃げ締め減る要素ないよな。逃げ締め何なんだろうね、あれ。ちゃんと2本分の体力、一回死ぬほどのダメージを受けたら何も問題がないってことなのかな。で、これじゃあ、おい、で、これ、あー、あっち側にあんのね。で、これ回収します。オッケーオッケー、回収しまして、ほっといって、オッケー、戻れば完璧と。これ、ここにレオンとかないよね。オッケー、何もないよね。オッケー、レオンハート、オッケー、レオンハートなかったんで、これでこっち。お前なんでそんなことにいんだよ、厄介オブダイヤを極めてんな。あ、なるほど、ここの部分何のためにいけるんだって前から思ってたけど、ここ、このためのルートが、うん、これなんだ。なるほど、ここだ。見逃しませんよ、そういうの。オッケー、レオンソウル全て見つけました。じゃあ進んでいきましょう。いで、先進んで、暗くない？これはファイヤー使えってことでいいんですよね、これは。ドラゴニックファイヤーでいきましょう。なるほど、ランタンを灯していけたわけか。なるほどね。で、スカフィいっぱいいるんで、ちょっと巻きつつ巻きつつ、オッケーオッケー、燃えろ燃えろ燃えろ。さあ、燃やしまして、これはどういう状況だ。うわー、あいつ危ねえ。あ、ちょ、足元に残んない。くそ、あいつほんと強いな、こいつ。こいつほんと嫌いなのよな。こいつほんとにね、俺苦手や、あいつ。あいつ苦手だわ。苦手意識を克服していきたいけどね。俺は苦手を克服できない男だから。頑張るよ。なるべく。なるべく頑張ります。なるべく苦手を克服していきます。その気合でやってるんで、自分。さて、ここは何もないかな。さて、まあ、とりあえず、邪魔だな、骨。骨があったね。で、これはランタンとりあえずつけて、なるほど、当たりと道を示してくれると。ここ見逃し多そうだな、注意していかないとね。オッケー、これまあジグザグだよね、妥当なルートとしては。で、これはどっちにあるか、真ん中とか空いて、正解は沈黙とか、そういうわけでもない。オッケー、さあ、これでこっち行け。待って、レオンハートあるやんけ、そんなとこに。何ちゅう場所レオンハートあんの。オッケー、これステージ、次のステージへ移動する。まだか。これ足元がどこにあるか分かんないタイプか。オッケーオッケー、なるほど、これランタンとか足元なのか。じゃあ、これ乗っていきまして、あぶね、スカピーやがる。スカフィーな、危ないんだよな。ちょっと待って、あいつ危ねえ、あいつ本当に。おっと、待って、こっち側通り道ある。気づけてよかった。オッケー、これで3つありました。オッケーオッケーオッケー、いいよ。てめえ、よくもやってくれたな。うるるるるる、よし、オッケー。あいつ自身そんなこうね、攻撃力、ちょっと防御力が高くないくせに攻撃力あるからね。ちょっと待って、これバッファーでいいな。危ねえ、あいつはほっときましょう。危ねえ、あいつ先読みファイヤーしてくるからな、それ注意していかないと。オッケー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 。えっ、氷、これ氷必要だよな。でもこっち側行けんな、だとしたら。なるほど、なるほど。で、これちょっと照らしまして、オッケー。先がありますね、オッケー。多分この先にアイスがあるはず。
大判小判がザックザクというわけでは、あーそれ、あそれでもとかいいのか、それでも一応金かできるんだっけか。じゃあ行きましょう。あ、しかも風浴びるとあれなんだ、消しちゃうんだ明かり。へえ、そんな足湾だ。じゃあこれ破壊しまして、中には回復とあれがあって、じゃあ問題これで全部回収できたかどうか分かる。これでこのやつ回収して、どれが回収したか何個、あ、オッケー、完璧。つうことはこれもうそのボスかな。多分敵が5個持ってるんだったらここでボスなはず。これボスですね、おそらく。多分アルマパ、アルマ、アロマ、アロマ、アルパルだ、アルパル。なんでドラゴニックファイヤー、しかもゲージが2個あるから負けることはないだろうけど、問題あいつの言葉との変わり具合だな。まあ、ここはファイヤーだよな、さすがに。さあ、アルマパルラ、どれぐらい変わってんのか。ムービーはさすがに見ましょうか。気持ち悪いんだな、カラリング全員。目がギャン決まりすぎてる。幻。幻。いや、怖いな、こいつの目。何カービィのフィギュア。うわー、何出てくんの。しかもそれ爆弾なの。危ない。で、避けました。これ2連続になってたらしないか。オッケーオッケーオッケー。最初の形態はそんなあれか。アロマパルのやつそんな、まあ、第一形態はそんな強くないの知ってる。どうせお前第一形態はそんなでしょ。そんな第二形態よ。転がってくるあたりでどれぐらい変わってるか。4回ぐらい、5回、6回ぐらい転がってきそうだな。変わりますね、多分。それでも速度が速くなってる。今回避したの回避できなかった。危ねえ。何まだ、なるほど、2回連続になってるのか。危ねえ、危ない。多分タイミングがさっきミスっただけですよね。これ多分まだ耐えるか、耐えるのか。あれこいつ隙がなくなってくる。でこれカービィぶっつぶけて投げてくるんで、おい、これ多分捕獲してくる。一回捕獲避けます。でこれファイヤー、オッケー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 、ファイヤー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 、これでファイヤー当てるって逃げます。おお、すごい、ちょっと上目になってきてる。怖いな、ちょっと上目になってくるのは。でこれで、あー、カービィボム投げてきますね。おい、危ねえ、カービィボム横に投げてくるバージョンもあるか。でこれちょっと組んだ、組んだしまして、この後隙がなくなって、おお、ナイスナイス、持続ダメ。実は当てときました、今のうちに。あ、全然ない、ファイヤーが。これ、え、なに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 、これすごい。うわ、ちょ、待て、なに、ね、何起きてんだ。見づらくなったんだだけ、それだけだったら正直そんなだけど。で、これはどうすればいいんです。これギリギリで避けた方がいいとかあるかな。それも速くなってる、速くなっているのか。これはなんか追尾能力がちょっと上がってる感じが。危ない、あいつ自分の手で壊したぞ、あの彼女、あの彼女自分の手で壊したぞ。なんかちょっと見づらくなったぐらいかな。さあ、どうだ。あー、また女の子ブラスターが。この女、ちょっとこつきがなくないか。この間で当てるってことか。別に時期狙いないからか。まあとりあえずファイヤーでちょっとあまりちょっと持続ダメージ出しときますか。なるほど、だからボムがあったのか。だからボムあったんだろうね、多分これ。ボムでちょっとこっちが誘導し、あ、やばい、今のミスった、ごめん。ファイヤー振ります。ふっ、オッケー。さて、これでさすがにコードパターン終わってくんない、ちょっと辛いぞ。オッケーオッケー、カービィ来ました。さあ問題投げてくるか。オッケー、投げてくる。オッケーオッケーで、うおいおいおい、隙がなさすぎんだろお前。くそ、こいつ隙がないから、そこで防御力が低いか。オッケー、持続ダメ、無駄にタフいんだよ。後半隙なさすぎんだろこいつ。ジャストカード避けて殴るっていうのが一番資本な気がすんね、これ。オッケー、よし、オッケー、5個ゲッツ。えい、レオのソウルを全て回収まであと一歩だね、カービィ。コンプリート。これおそらく次のステージでラスト？いや、次のステージ1個しかなさそうか、この感じ。ちょ、待ってね、見てみる。あ、51個あるよね。これ何なんだ、下のゲージのなんか濃い紫の部分。あれかな、あの濃い紫の部分行かないとクリア案件に行かないって感じなのかな。よし、じゃあみんな今回の動画ここまでしましょう。じゃあ次回、このガルから始めていきましょう。このガルから始めていきます。それじゃあ、これでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回のガルで会いましょう。バイバイ、ガルで会いましょうってなんだ。